これは関係ないんですけどね。いやー、今日見てまいりました。いや、マジな話、ちょっとね、これまで生きてこれてよかったなと。この映画が見れて嬉しい。そんな感じで、おりますが。さあ、ちょっと本題に戻りましょう。ですね。まあ、今月もまた、マック堺さんのですね、このレビュー特化販売品を売るイベントと言ってもいいぐらいな、中古市がね、行われます。まあ、ここでやるんですけどね、まだ準備はできておりません。もう今ね、何時だろう。1時ぐらいかな、2時ぐらいかな。深夜なんですけどね。3日間になるんですね、今回ね。今日はもうすでに金曜日。何日だったかな。23日。23日の金曜日、24日の、土曜日、25日の日曜日と3日間行います。で、23日のですね、金曜日はね、午後3時から、始めて、10時までと、午後10時までね。で、土曜日は、店の開店とおしまいの時間、午前10時から午後10時までと。そして日曜日はですね、午前10時、開店と始めるんですけど、片付けとかもあるんでね、ちょっと午後7時で終わらせてもらうという日程になっております。当然ね、ここね、入場料とか何もないですからね、この階段を、ちょっと、夜はどんな感じになってるのかな、まあ、この階段をですね、登ってきていただければ、ここで中古市やってますんで。で、また今回もですね、以前も撮ったように、動画で、中古市に、堺さんのね、レビューしてきた商品の、案内、動画をちょっと撮ってみたいと思います。まあ、基本的にはですね、新品のものをレビューしてもらってるんで、中古ということになりますね。で、先月ね、前回行った時の、まあ、10歳用のちょっと残っちゃってるんですけどね、この AK と G36C、これはまだ残ってますね、このままね。他ハンドガンは全部売れちゃってね、びっくりしましたけど、じゃあちょっと一つずつ紹介していきましょうか。これで大丈夫かな。さあ、まずでかいのから。そうか、あれだな。これになってる。札順でいってみようか。まず、ダブルイーグル。ちゃんと。丸いのダブルイーグル。こちらの商品になりますね。ダブルイーグル。一応、堺さんのこれ。ちょっと見づらいかな。出せんのかな。レビューした時に打ったね、こういうような、使った時のブルーズアイのターゲットもちゃんと入っておりますんで。これがね、1000円で販売用になるんですね。まあ、10歳用のエアガンなんですね。よいしょ。いきなり、最初からこれ。おっと、こうしちゃいけねえのか。よっ。何をやっとこうかな。WE1000 円と。そして、次が、これがね、目玉になるのかな、これ。新製品、シグ 226R、ホームグリップ付きですね、システム7の。はい、落としたらやばいからね。こんな感じですね。で、ブルザイのターゲットも入っております。そして、ちゃっちゃと行きましょうか。10分以内に終わるかな、これ。次は 16A2。 大物が 16A2 ですね。丸いの電動ガンですね。いやー、懐かしいですよね、ここら辺ストック、今更だけど、もうストック直したんですね、ついに。これね、昔から16、丸いの電動ガン、使ってた人なら分かると思うんですけど、16のね、ストックね、この固定ストックね、昔のやつ引けばあったんですよ。こ
このここら辺にね引けがあったのね。ここら辺に映ってない入ってない、ここら辺にね、あのちゃんと直したんですね。ついに在庫なくなったんですね。でこれですね、 16A2 17,800円で販売されます。よいしょ。そして次がね、ちゃんと綺麗になってよかったですね。あれ札入れした札入れした。よいしょ。続いて、A5 ハイサイクル電動ガンになりますね。 MT5A5。 いやー、16A2A5 なんていうとちょっと懐かしいですね。ベトナムを思い出すなーつって、あのヘリコプターで落とされちゃいそうですけどね。これ A5 ハイサイクルね、ダイハードこれですね。そしてよっ、次は SS のスーパーショットガン。今何分だろう、6分30秒、間に合うかな、間に合いそうだな。これですね、スーパーショットガン、エアガンですね。2800円、安いな。これ一見10歳用に見えますけど18歳用ですからね。ちょっとあれですね、カメラの角度をこうすりゃいいんじゃないのか、これちょっと下に、これですね、2800円での販売されます。もともとの定価がね安いんですよね。さすがに1ヶ月ぐらいとあんまりね増えないですね。続いて、あとはちっちゃいやつだな、はい、ウージー10歳用のねミニウージーですね。あら、急にどうした、急にピントが。ウージーはなんかぼやけさせたいのこれ。急にピントが合わなくなりましたね。どうしたのかな。お、来た来た来たね。いろんなアクシデントがありますからね。今ちょっと霊的なものが通ったのかもしれないですね。ウージー2000円になりますね。ほら、電池もちゃんとついてるんですね、これ。ミニウージー、ウージーミニか。2000円。さあ、そして、お、これなんかまだ実は上がってないんじゃないかな。マルシンの357ロング。コップ357。ロングバレル仕様、ね、これが5800円ですね。なかなかね、これも値段がね、いやーショットですね、やっぱりね。さあ、そしてもう最後です。よいしょ、はい、丸いのねハイキャパエクストリーム、これが1万円と。フルオートオンリーの銃ですね。はい、といった感じで以上なんですね。まあそんなに、ね、種類はないんですけどね。まあ1ヶ月だとこんなもんということでね、ここら辺に並んでますんで、もうちょっと並べ方変わるかもしれないですけど、繰り返しになりますけど、23日、24、25と、3日間やってますんで、中古市よろしくお願いします。23日はね、金曜日は3時から、24日は10時から、25日も10時からとなります。で、終わりの方が、25日だけ午後7時までということになりますね。他の2日間は10時までやってます。それでは失礼します。よろしくお願いします。